はい、こんにちは。今回ご紹介しますのはですね、和紙の古書、まあ、古書というか和紙のサンプル集ですね。やってみますと、和紙のしおりが入ってまして、あとはこういう感じで和紙のサンプルがいっぱい入ってます。鳥の子とか水彩画用紙、あと書道紙などなどですね。和紙が網羅されています。